うわ、なんでもう、なんで、もう余計たたり逃げてたじゃん。どうもこんにちは、ポーノと申します。今日もう一回落ち着き、すき焼きやっていこうと思うんですけど、稲穂ちゃん話し始めちゃったんで、このまま読んでいこうか。グフフフフ、ウサピョンからもらったこのセラピアズ限定フィギュア、今日もピッカピカに輝きまくってますな。馬車馬みたいな言い方するんじゃん、お前。料理作ってんのかな、もしかして。稲穂ちゃん話し始めちゃったから、このまま進めていくんですけど、何だったっけ、おも、お、全然忘れちゃったんだよね、何してたか、今。いいこと思いついた？おい、反応しろって、ウサピョン。おい、ダニ。おい、ダニ。いいこと思いついた！お前、ルフィ、助けて、当たり前だって言った時のルフィかな、体勢が。うるさいな、2回も言うな、ダニ。ちゃんと聞いてる、ダニ。ちゃんと答えろって。おやおや、悪いことはね、聞いてるのに返事をしないなんて。どうせろくでもないことが、まあ聞いてやるダニか。で、いいことって何だに？今まで妖怪探しとかしてきたじゃん。そこで私はひらめいたのだ。妖怪の困ったことを解決してあげる妖怪探偵者とかやってみない？うん。ねえねえ、やろうよ。かなり面白そうじゃない？全然顔が面白そうじゃなかったけど、今の。もっと考えてあげて、レベル5。まあ勝手に一人ですりゃいいダニ。お前もしろって。ロケットを探すの手伝ってあげたんだから。いや、間違えた。フューリー博士探すの手伝って。何やってんの？ウサビもやるんだよ。ダニ？そりゃそうでしょう。バカか？ダニ。第3章まだ。結成不思議探偵社。コナン君かな？よし、探偵になるぞ。ってなわけで、なんで名前にしよっか。何がダニ？私たちの探偵社の名前。で、俺まさかだけど俺が決めんの？まだ事務所もないのに気が早いダニ。うん、そうだにね、ボン、ウサ、不思議探偵者って名前はどうだに、やるか、お前。バカか。ネーミングセンスクソです。いや、ダメでしょ。バカ。え、なんだかな？じゃあ他にどんな名前があるっていうだに。お！探せるんだ。不思議探、なんとかかんとか不思議探偵者ってこと？あ、そうだ。へへへ、不思議探偵者じゃないんですけど、なんとか不思議探偵者ね。オッケーオッケーオッケー。任せて俺のこのネーミングセンス神ボンドに。はい、探偵者の名前は、探偵者、不思議探偵者っていう BKB 方式でいこうと思います。BKB、ヒーエっていう。まさかの BKB ね。これでいこう。探偵者、不思議探偵者。なかなかいいセンス。おー、認めてくれる俺のこのセンス。わかってんじゃん。そうと決まれば、まずは探偵というものを勉強しよう。探偵が出てくるものといえば、やっぱ推理小説だよね。薄っぺらい考えだに。口に出すなってそういうのお前。そういや学校の図書館に推理小説コーナーがあったな。おお、出たまま。あら、ボンドローマン出かけるの、なんか闇抱えてそうなんだけど、お母さんの顔。大丈夫かな？やばくない？なんか万華鏡シャリンガンで月読みかけられたカカシみたいな顔してるよ。うん、ちょっと調べ物に。そうなの？暗くなる前には帰ってくるのよ。わかってるって。それじゃ行ってきます。絶対うちの子大丈夫かなって顔してるもん、お母さん。一人で喋ってて大丈夫かなって顔してるもん。あ、リクの部屋かわいい。え、おなんだお前ら仲良しかよ。いいね、この部屋。行ってきます。出た、階段のないマンションね。もう災害時終わりね、これもう。はい、じゃあ行ってきます。おー、姉さんどうした？もしもし、やっと電話が繋がった。早く扉開けてよ。あなた部屋を掃除するのにどれだけ時間がかかってるの？あ、ちょっと言いづらいんですけど、あなたの彼氏さん多分浮気してますね。多分浮気相手の髪の毛とかをコロコロで掃除してんだよ、今。かわいそう。はい、じゃあ学校に行ってこようと思うんですけど、学校ってさ、あの学校？ボンドーロンド君と同じ学校かな？どっち向かえばいいの、これ。あっちです。おお、何？学校まであと少しだよ。ジャポンの学校は初めてダニ。はぁ、あ。あ、学校同じっぽいわ。桜第一小学校っぽいわ。あ、マジか。え、同級生なのかな？ボンドーロンドとボンドーローマって。稲穂ちゃんとケイタ君と同い年なのかな。あ、あんのここに店。まあ、あるわけないわな。え、なに？なに？なんでびっくりした。なんだよ。びっくりした。あのじじいがいんのかと思った。あ、ここっぽいわ。着いた。久々に来たの、桜第一小学校。こんにちは。まだ夏休み中だよな、多分。どうした、デブ。あ、おにぎりくん。おにぎりくん。いや、お前。めちゃめちゃ悪口じゃん、おにぎりくんって。おにぎりすぎるわ。いや、みぞらさん。あれ、なんか元気ない？はぁ、夏休みって辛いよね。え、私は夏休み大好きだけどな。だって給食が食べられないんだよ。なるほど、なんともおにぎりくんらしい悩みですな。貧乏なんだ、絶対。絶対貧乏なんだよ。食べれないんだよ。給食以外で。説明してくれなくても大体どんなやつか分かった、ダニ。それはよかった。まあ、とりあえず図書室に行こうか。図書室は3階だよ。
え、いるいる、おにぎりくんのくだり絶対いらないじゃん。かもしくはこいつが妖怪になるからでしょ。このフラグいるいらないよな絶対に。おにぎりくんと話す懐かしい、あのガシャドクロ以来だな、ここくんの多分。妖怪落ちつ真打ちのここか。図書室に到着。ん、あれはなんかいた妖怪。え、妖怪、およいあそこで本を読んでるのはカナッチ。カナッチ、カナッチ何読んでるの。仲良しかな。カナッチ、別にカナッチ、カナッチ、エリカかなこの子。なんかそっけない子だにね。まあ、普段はクールだけど悪い子じゃないんだよ。そうだにか。ピカン。ん、カナッチのポシェットについてるのって。出た、セラピアーズ限定フィギュア、ナメキチだ。ミーはこんなチンチクリンじゃないダニ。もしかしてナメキチのモデルはウサピョンなのでは。これからはナメピョンって呼んでいい？いや、ウサキチの方がいいかな。なるって、ベーダーモードに。出た、ムーンウォーク。急に。で、てめえ。早いって、お前の振ってん。ちょ、危ないって。おい、どこで撃ってんのって。ひえ、ごめんなさい。もう言いません。すごい。見聞色かな。それでは気を取り直しまして。ちゃんと探偵の勉強するぞ。最初からそうすりゃいたに。はぁ、カナッチもいる？絶対カナッチとおにぎりくん出てくんじゃん、この後。探偵に必要なものが分かったよ。それは名探偵がよく着てるあの服。小さいマントみたいのがついてるコート。みたいなあの服。みたいなだらけだにね。あ、それと探偵事務所。こいつ完全に形から入るタイプだに。こいつって。そんじゃ探偵コースがありそうな青葉原に行ってみよう。と、その前に。そういえば妖怪ガシャのある神社が学校のすぐ近くだったはずだに。お、妖怪ガシャ、ちょうどこーん、はいはい。ふるるるる、てれて、てれて。シェイクが始まっちゃうよ。あ、カナッチ？何？カナッチ。やったー、ガシャ弾けんの熱。ちょ、弾いてこよーっと。おにぎりくんは？おにぎりくん、いつまで？お前。もしかして始業式までここにいるつもり？すごいな、この子。今が何月何日だかわかんないけど。お、大森神社は小学校のすぐ裏だよね。妖怪ガシャはご神木のところだ、2年も覚えただに。もちろん、てんめえ。見て、大森神社の妖怪ガシャを見に行こうだって、なんかありそうだな。聞きに行こうだったらさ、こんななんか変な書き方しないよな。出た、名探偵になっちゃった、俺も。探偵者。不思議探偵者。着いた神社。弾けんのかな、普通に滞りなく。だったら嬉しいんだが。どうでしょう、うさぴょんさん。はい。あ、弾けそう。さーてと妖怪ガシャ回しますか。でも急にどうしたの、なんかいいコインでもゲットした？ダニ、この間とは別のコインをゲットしたダニ。5つ、オン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 。かわいい妖怪出てくるかな？よし、回してみよう。わかる、俺と信念が一緒。強い妖怪なんかいらないから。かわいい妖怪がいるよな。どーい。なんか変なの来ちゃった。ちょっと待った。千鳥かな、こいつらは。きったね、こいつ、歩き方。ちびちび、もしかしてもう回しちまったか？え、私？そう、君のことじゃ、今日の妖怪ガシャ回しちゃうんだろう。え、いや、今まさにこれからってとこなんですけど。って、おじさんも妖怪とか見える系？そんなのはどうでもよい。しかし間に合ったようじゃな。危なかったのは危うく大損じゃったわい。ちょ、気になるんですけど、私何かやらかすところだった？いいか、妖怪ガシャにはな、回数というものがあるんじゃ。ああ、知ってるんけどね、別に。あ、はぁ、ダーツで決めるんだ。最大30回。オッケーオッケー。私の30連ガシャのチャンスがなくなっちゃうところでした。そうじゃ全く危ないところじゃったわい。ありがとう。怪しいおじさん。ダニが何も教えてくれないからさ。ダニ？いいか、繰り返し言っておくか、ダーツルーレットは1日1回。そして回せる回数は1つのセーブ出たら共通じゃぞ。はいはい、オッケーです。わかりました。黙ってください。バイバイ。そしてミーがプレゼントしたコインで大当たりを引いてみせるダニ。さっきもらったコイン何？よし、やってみますか。任せてくれ、マジで。何も聞いてなかったんですけど。お！来た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 ！ルーレットに、そんな気分じゃないって。そんなクールな人いる？カナッチかな、俺は。来た。これ、運で決まんのかな？実力かな？いくよ。せん！おお。
まあ、めちゃめちゃ普通じゃない。神通力水。なんだそれ。なんだそれ。神通力水はすごいでしょ、さすがに。うわっ！神通力水これ。なん？いや、別に。もう、いるけど。いるけど！ほう、これはいいものですな。うさぴはもういっぱい。もういっぱい。もうないダニーを自分で集めるといいダニー。チェ、使えないな。チェメ。まあ、一回コインゲットしたから使ってみようっと。それじゃあ、改めまして、青葉原にレッタゴー！まずは桜中央駅から電車に乗らないとね。全然妖怪出ないんですけど、日野さん、妖怪ウォッチさん、レベル5さん、行ってきます。ツイッター。長いんだって駅まで、ちょっと乗ってこう、電車。やっと着いたぜ、青葉。結構めんどくさかったの、電車。というか、探偵コースなんかどこの店に置いてるだに？マニアックなコスチュームといえばやっぱアニメ堂でしょ。探偵物のアニメもやってるし、きっと探偵コースも置いてるはず。アニメ堂ミーが言うに宇宙ウォッチを買わせた店だにね。言い方ひでえな、こいつ。そうだよ、ラスト一つの売れたところだって言われて。ってあれもしかして、セラビアーズの限定フィギュアラストの一つ買ったのってウサピョン？そうだにゃ。なんだこいつ。ぶん殴ってやる。全部ウサピョンの計画通りってこと？侮れないな、この小動物め。え、変だに。なんだこいつは。よし、おい！チナ死にました、今。ピンポーン。アニメ堂は、ここかな？懐かしいな、ここ来るの。おぉ。おぉ。ああ、これか。君は？どれも知ってるアニメの服ばかり、青葉へ来た記念に買っちゃおうかな。あ、高い、やっぱやめとこう。JK が買いたいって、と買ってあげて、おじさんたち。ね、おじさんたち、JK がさ、買ってくれるって、来てくれるって、写真撮ってくれるって、ちょっと買ってあげて。おっと、探偵こそ発見。お値段はっと。どうしてたに？なかったことにしよう。来たかったな、探偵コース。高かったんだにね。まあ、探偵事務所だけでもいいや。いやいや、絶対、おい。は？おじさん買ってよ。もうこのさ、小学5年生の女の子とさ、JK が探偵コース買おうとしてんだからさ、買ってくれってそんな見てないで。お邪魔だな。なんかありそうだぜ。おや？なになになに？え？え？死んだんだけど。おぉ！おぉ！ってやめてよ。もう、稲穂ちゃん、おほ声出さないで。いや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 。赤月の服みたいなところに。いや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 、おにじ。着地うま。着地が完璧、内村航平これ。口ずさもうぜ。何これ。絶対鬼時間じゃん。絶対鬼時間じゃん。なん転送されてんの？誰これしたの？すぐ近くに俺いらっしゃるし。そのチャリ借りようぜ。何？嘘でしょ。あなたがもちゃんと継承3つけてる。はぁ？いいやつそう。友達になれるのかな？いや、対面してる。どんだけ肝座ってんの、この子。チワッチ赤鬼さん、私、ミサラ・ボンド・ローマ。めちゃめちゃ長い。ミドルネームみたいなのついちゃってる。ふゆゆ挨拶するなんて前代未聞だに、赤鬼も混乱してるだに。お前、鬼時間って言うのはな。お前が説明してくれんの。なかなかね、なんか説明役みたいなの出てこねえんだ。お前たちが街を歩いていると、突然鬼時間に巻き込まれることがある。鬼時間に巻き込まれたら、襖を探して脱出するしかないぞ。鬼時間は俺や見回り鬼がうろついておる。見つけたらどこまで追いかけてやるぞ。見回り鬼の視界は下画面で見えるはずだが、せいぜい逃げ回るんだな。めちゃめちゃ優しいじゃん、こいつ。どうしたの？こういうもんなんじゃ。わかったらわしから逃げるんじゃぞ。めちゃめちゃ優しい、いい子。いや、それにしても。意外とこいつ背ちっちゃいな。赤鬼さんってなかなか面白い顔してますね。ぐふ、ぐふ。ダニ？あ、く。あ、そうだ、鬼ごっことかしません？あ、赤鬼さんが鬼でいいですよね。だって鬼ですもんね。何この、のんでり娘。デリカシーゼロじゃん。怒ったふりね、優しい赤鬼。ダニ？ちょっとやっぱりじゃんけんで決めた方がよかったですか？
追いかけるか俺が。ちょっと、おお、出てきたね、チュワッチ。何あの本、なんか本あるね。あ、襖か。これがすぐ逃げても面白くないんで、ちょっとずつ集めていこうか。あぶね、マジで。チュワッチ、チュワッチって赤鬼優しくね。あんな目の前にいたのにわざわざ遠くまで行ってくれた。あぶね、あんな優しい鬼がいるんだな、この世の中に。普通にその辺の人間の方が鬼じゃん。鬼の格好したやつが一番優しかったわ。おっとっとっと、あ、ここにいらっしゃるね、奥の方に。かわいい後ろ姿、あいつの知らないふりして探してくれてる俺いる場所分かってんのに、あの子。優しい赤鬼好きになっちゃうよ、マジで。キュン、俺が女なら惚れてた。おーおーおお、まあ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 、死刑から大丈夫でしょ。大丈夫、ダメこれ。ダメかな、ダメかもしんないから、ちょっと逃げよっか。あ、逃げ、ダメかもしんない、ダメか。うわ、なんでもう、あの、なんで、もう、よげてた、逃げてたじゃん、もう。何してんの、もう、めっちゃミスっちゃった、もう、カットですね、こんなの。タッチペンないし。オッケー、ワンチャン、この極太うさび意味でさ、死ぬわけがないよね。ゴミ強い、こいつ。マジゴミ強い。マジゴミ強い。分かってたけど。いや、お前生きてるんかい。お前生きてるんかい。あー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 、なんだこれ。ごめん、茶番見せて皆様。俺のせいで。あれ、アニメどう？うん、さっきの夢だったのかな？もう一回やんのかな？これもしかして、めんどくさいかもしれないな。ちょっと、もしかしてだけどさ、もう一回するかもしれない。ちょっとカット。え？開かないの？おぉ。遅いんですけど。何これ、何これ、遅くね、言うの。もう死ぬんだけど、これもう。ちょ、待って。ちょ、はぁ。いや、勝てるか、これ。まあいいか、とりあえずこれで。もうめんどくさかった、鍵見つけてくんの。もうすごいめんどくさかった。おお、危ねえ。よし、鍵を持ってきたが、急いでここから脱出するんじゃ。だからさっきからその子は誰なんだに。多分、調子どうだよな。いや、そんなことより脱出が先だに。それじゃあ赤鬼さん、まったね。一番危なかった。もう、これカットしてるけど、5、6回ミスってる。これ激ムズね。小学生並々だろ、これ。成人男性の俺が難しかったんだから。3個しか集めてないしね。うん。別に何でもいいんですけどね、これもう。正直。妖怪が出ない時点で何でもいいんですけどね。出たし！ガキ。別に出れなかったわけじゃねえし、責任取れよ。楽器。まあ、つけるけど。はい、こいつの目の配置が直列つなぎじゃなくて並列つなぎだから、こいつの名前は並列です。お願いします。並列。もうすげえ時間かかったって、これ。めっちゃむずいって、これ。データやっぱ調子そうだよな。声がそうだったもん。おう、無事だったか。その声、さっきの鍵の場所を教えてくれた人、ダニ？いかにもわしだ。ミーが見えてる、一体何者なんだに？わしか、わしは調子堂の店主だ。調子堂、ダニ？ああ、だんだん坂にある時計屋だ。あ、ここでウォッチランク上に上げるのか。やはりお前も妖怪ウォッチは持っておるようだな。妖怪ウォッチ知ってるんですか？もちろんだと。もう後でうちのお店に来るといい。はーい、行きます。あの人何かいろいろ知ってそうだにね。ですな、だんだん坂の調子島へ行ってみよう。はいはい。どこだよ、ここっていうか普通に、普通にどこですかって話なんですけど、一旦これで終わりにしたいと思います。See you!